FTTH, Fiber to the Home, Fiber to the Home, または略して FTTH とは光ファイバーを伝送路として一般個人宅へ直接引き込むアクセス傾向通信の網構成方式のことである。また一般個人宅に限らず同様の形態でサービスの提供を受ける小規模なオフィスも含めて FTTP, Fiber to the Premises, 敷地ということもあ収容局設備から各ユーザー宅までのラストワンマイルにおいて光通信の伝送システムを構築し、交帯域、主に 100Mbps12Gbps 10の常時、接続サービスを主に提供するものである。なお光通信分野における講義の f t t h は、光ファイバーを伝送路に使用したアクセス系、通信システムの総称として、 FTTX に示される網構成によるものも含める。競技の FTTH は FTTX のうち一般個人宅まで直接引き込まれる網構成のみを言い区別される。電話線を利用する ADSL と比較して、収容局、中継局からの線路長が長くても電装損失の影響が少なく、また道路、鉄道、 AM ラジオ放送といったノイズ源からの干渉等による外部の影響も受け、それらを原因とした速度低下や切断、再トレーニングも少なく安定した通信が可能である。収容局から加入者宅までの通信可能距離は、工述するポンの場合では、おおむね 20km までとなってる。安定した IP 電話、IP テレビ電話、高波長多重通信による、 他チャンネルのケーブルテレビ、デジタルテレビ放送を含むの同時伝送等の多彩なサービスの提供が可能である。上り、送信の帯域が ADSL よりも確保されているため、撮影した動画の送信や自宅サーバー運営など、大容量のデータをやり取りする環境では大きな利点となる。既存の通信網、電話線、ケーブルテレビなど、 を利用するわけではなく新規に光通信網を構築するためサービスエリアの拡大に多大な費用がかかる。そのため提供されるエリアは一般的には都市部や需要のある地域などに限定される。なお、立東でも八丈島のようにビーフレッツが利用可能な例もある情報格差も参照。従来はガラス製の光ケーブルがその性質から 屋内の配線での自由な取り回しが効かず、また取り扱いに一定の知識、技術、専用の工具を用していた。各個への光ケーブルの引き込みが考慮されていない、設計が古いマンションやアパートなどの集合住宅やビルでは個別導入は難しく、代替として、ラン配線、VDSL や FWA などを利用していた。これらは FTTH に含めず、 FTTB と呼ばれる。プラスチック製クラッド庫、ファイバーケーブルの導入、普及により、ガラス製クラッドよりも曲げに、強く、さらに五ミリメートル程度の小型曲げもできるような、技術開発が進み、屋内配線として、既存の配管にも導入しやすくなっている。現状は、圧力、線香等の体制を除いては二新電話線と大差、ない特性を持つ光ファイバーケーブルが普及し、 従来は前日の VDSL 等を利用する必要があったケースでも光ファイバーの直接引き込み FTTH が行われている。ISP が最大通信速度 100Mbps10Gbps 10をベストエフォートで提供している。これは加入者と局者間の通信規格上の最大速度であって光ファイバーの芯を共有、各機参照し、 数ギガ BPS 数十ギガ BPS 程度のバックボーン回線を使用しているためインターネットなどへの通信速度は最大値から大きく下回る場合が多い。収容局設備内から各ユーザー宅までのアクセス網のネットワーク構成として次のようなものがある。専用型ともいい、収容局設備、中継局から各ユーザー宅までを直接1本の光ケーブルで結ぶもの。 伝送帯域を一つの加入者で、占有的猛構成も単純であるが、それがゆえに運用コストが高くなる。シングルスターと呼ばれている。収容局設備、中継局から各ユーザー宅の間に、光ケーブルの分岐ポイントがあるもの。一つの光ケーブルを多くのユーザーで共有するため、収容局内の伝送設備などの運用コストを低く、抑える子ができる。 専有型と比べて、一軒あたりの収容局までの伝送速度は利用するユーザーが多いほど、反比例する形で低くなる。ただし、ユーザーが享受できる伝送速度は、専有型、共有型だけでは決定されない。これは曲設備で、専有回線及び、共有回線を一つに束ねそこにコアネットワークへ接続する形をとるが、 そのコアネットワークの状況にも大きく左右されるため、一概に、専有型だから早いあるいは共有だから遅いということは言えない。共有型にも以下の2種類がある。中継局からの1本の光ケーブルを濃度素子で分岐させ加入者と結ぶもの。濃度素子が分散設置されるため保守が煩雑となる。アクティブダブルスターと呼んでいる。光スプリッター。 光カプラと呼ばれる高自動素子で一本の光ファイバーを分岐させているもの。ケーブルの延長距離の短縮と中継極装置の数の減少を図っている。パッシブダブルスターと呼んでいる。次のような種類がある GE ポンを利用したインターネット接続サービスの多くは各ユーザー側光回線集端装置からユーザー共有している極集端装置、オルト、 オプチカルラインターミナルまでの通信規格上の最大速度と比した場合、バックボーンが細いなどといったボトルネックが原因でユーザー端末側インターネット上のサーバー間で交渉速度通りのスループットに達しないことが多い。また、使用する光の波長等が規格化されていないため、OLT と ONT は同一メーカーのものを使用する必要がある。2001年以降、 優先、東西、NTT、B フレッツ、電力系通信事業者らによって、光ファイバーを使い、より安定して高速な通信が可能な、FTTH 接続が都市部で開始された。2000年代後半以降は、利用可能地域の拡大とともに、家電量販店などにおけるセールスも、FTTH の方に力を入れることが多くなっている。2010年代以降は、 中合住宅向け高接続の料金が ADSL 接続と大差がなくなりつつある。さらに、日本全国で2012年3月31日に実施された地上デジタル放送への完全移行によって、アンテナの代わりとして CAT v や FTTH のセールスが行われることがあり、それに伴う移行も考えられる。当初は、 下り交渉帯域 10Mbps で開始された。感染の速度が 100Mbps に、その後強化され、2010年代には、感染の速度が 1Gbps となった。2015年現在、ユーザマッタンの企画上、交渉の最高通信速度は、ヌルコーが 10Gbps、NTT 東日本のフレッツコーネクストギガファミリー、および NTT 西日本のフレッツコー、 NEXT KDDI の AU 光、KOPTICOM の EO 光が 1GBps である。低価格プランとして 100Mbps のものがある。普及初期においては 50.2010Mbps のもの存在した。商用サービスにおける下り、受信の平均実行速度は、交渉帯域の50から70%が一般的であり。 すべての都道府県において ADSL より早いが、東京都 50Mbps、沖縄県 10Mbps と地域によって差がある。例 ABJ を使用した IP 電話が利用可能となり、超高速性を活かし VOD や IP テレビ電話の提供が本格化し始めた。FTTH のサービスはインフラストラクチャーとしてデジタルディバイド解消のため地理的条件に左右されず、 希望者にサービスが提供されることが理想である。距離に関係なく、一定の通信品質を提供できることから、ブロードバンドゼロ地域のや、携帯電話俯瞰地帯の解消といった、いわゆる情報格差の解消の実現のためにも期待されている。ADSL では低速な通信しかできなかったり、通信できなかったりする本来 FTTH が必要とされる。 仮想地域や島市街地の周辺地域について、電気通信事業者が採算性を理由に、サービスの提供を拒否してい地域が存在し、近年のサービス提供エリア拡大により、格差が解消されつつある傾向はあるものの、該当地域での不満が拡大しつつある。FTTH が特別なサービスとは言えない状態にまで普及しつつある中、サービス提供の平等化が重要となっている。 情報格差も参照。加入者線共有型の FTTH において、NTT 東、西型事業者に一新単位で貸し出している。光ケーブルを一分期ごとに貸し出すことの是非をめぐる問題である。総務省情報通信行政、郵政行政審議会電気通信事業、部会接続委員会で審議されている。 高回線を持たない ADSL を提供している事業者が高回線を借りる場合や気分期が発生するリスクがなくなり格安に FTTH を提供することができる。しかし高回線を貸し出す NTT にとっては新技術の導入による回線速度の向上や帯域制御が困難になり高回線の新設投資の回収の年月の延長につながり普及の妨げになる。 NTT のみが損失を負担するため、空き分岐の解消への借りる事業者の意欲が低下し、設備利用率の低下につながるとの指摘がある。また、設備投資リスクを回避した格安業者の出現は、自社で光改善を設置している NTT 以外の事業者の設備投資の回収可能性を低下させる。ほとんどが NTT の固定電話を使用していた。 季節メタル回線による ADSL から、プロバイダが IP 電話を提供する FTTH への切り替えが、携帯電話により通話時間が減っている中で、NTT の収益悪化を課させていることもある。FTTH における NTT による河川化、NTT 西日本、東日本を合計した全国シェアは約、約69.7%。 2015年9月末現在が問題視されているものの NTT 西日本営業地域では NTT 西日本のシェアが50%を下回っている地域もあり局地的には CATV 業者などと熾烈な競争が展開されている一方で NTT は物理的なケーブルではないもののフレッツを介して広くベノであるプロバイダ各社にネットワークを提供しており 物理回線を提供する業者として一定の義務を果たしているも言える。2011年11月18日、総務省による調停が望まない形で結心したことからソフトバンク系列は NTT 東西に対して訴訟を起こしたものの敗訴している。ソフトバンク系列はコストがかかるにもかかわらず自社の FTTH ユーザーが増えないため、 フレッツを利用した FTTH を提供していた。2015年2月から NTT の光回線サービスの卸売でソフトバンクモバイルブロードバンドと組み合わせたインターネット接続事業を開始している。ADSL の場合よりも利益率が低いのみならず想定している一分岐貸子の場合に見込まれるあら利率よりも低くなると予想されている。一新単位であることには利点もある。 KDDI は一新単位であることの利点を利用して 1GBps 専用型での通信サービスを提供している。2015年2月から NTT 東西による光回線サービスの卸売りが開始された。携帯電話の MVNO と同様通信設備を持たない事業者がネットワークを借り負のフィックスとバーチャルネットワークオペレーター仮想固定通信事業者として 自社ブランドでサービスを提供する。携帯電話、モバイルブロードバンドエネルギー小売り、機械警備などを組み合わせたサービスが提供、企みされている。一分岐菓は物理的な機器レベルで分割して共用するのに対して、サービス卸しは仮想ネットワークサービスの提供であって、物理的な光ケーブルや機器は回線業者、この場合 NTT による位置管理下にある点が異なる。 総務省が発表した電気通信事業分野における市場分析に関するデータブック平成27年度によると2016年3月末現在で公開線サービスの卸売は376社469万回線で行われている。そのうち NTT グループ全体で44.6%のシェアを占めている。 NTT ドコモに FMC を行わせて、事実上の NTT グループの一体運営につながると他業者から批判されている。また、一文期菓と同様な影響があるとの光回線を付設してきた他の業者の懸念の回のため、NTT 東西からの光回線サービスの卸売料金、工事費、販売促進費などはコストを下回る料金を設定できず、 合理的理由なしに業者間で差をつけることができない。また、消費者保護のための措置が関係各社に要請された。高回線サービスの卸売りの場合、NTT 東西から転用という簡易な手続きで乗り換えが可能となった。しかし、転用した回線を業者変更する場合、契約解除料を請求され、電話番号、メールアドレスが変わり、 新規加入と同等の工事費が必要となる。特に代理店による違法勧誘、不正契約が社会問題化している。個人情報を聞き出し、無断で契約変更を行うなど非常に悪質なものもあった。身分を偽った勧誘も多発している。また、PC に不慣れな人間に遠隔操作ソフトを導入させて契約させる事例も発生している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。